こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はね、オーストラリアアマゾンの、システム変更で FBA 在庫がすごい減っちゃった。ね、あるいは順調に増えてますという会社さんのご報告があるんですけど、何よりも早急に対応しないといけないのは、納品できないと、ね。リミットが減っちゃって納品できないという場合はね、早急に在庫リミットを増やさないと、商品が納品できない状態になってます。そこで有効なのが、長期在庫の販売なんですけど、じゃそもそもね、その長期在庫どう確認するのというね、質問が結構ありましたんで、その確認方法です。まず、ね、インベントリー画面で、インベントリープランニング、ね、こちらを、クリックします。そうするとね、一覧出てきて、その中にね、インベントリーエイジというのがありますんで、そこをクリックすると、在庫年齢が古い順に並びます。で、ちなみにこれね、長期在庫の販売が有効ですというのをね、お話しして、すぐにね、在庫の、長期在庫の価格を下げて、ね、11個販売した会員さん、これ11個販売しただけでリミットが146個だったのが397個まで上がりました。ね、300個の在庫が半分以下に減っちゃってどうしようと思ったらね、逆に100個近く増えたという形になってます。やはり長期在庫を販売することは有効です。で、これね、前回の、動画で話した内容とね、数が合わないんですけど、これ前回の話はね、話を分かりやすくするのに、だいぶ話はしょってますんで、今回の実例でね、そうだろうというのは、ほぼね、あ、やっぱりそうだったというのは検証できましたんで、その詳しい中身はね、また会員さん専用動画で解説したいと思います。いずれにしてもね、中身を細かく分かんなくても長期在庫の販売が有効だというのは間違いないんでね、長期在庫を販売するというのをね、最優先に対応してください。またご質問、ご報告を待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。